それでは改めて自己紹介させてください。アリサ・イリーニチナ・アミエラ少尉、フェンリル極東支部独立支援部隊クレイドルの所属です。私たちクレイドルは人々の安息のために支部の枠組みを超えて広域的に活動する組織です。誰もが手をこまねいて見ているしかない問題に対して、まずは一歩解決に踏み出す、そんな活動をしています。あ、すみません、お席をどうぞ。もともと私は極東支部の第一部隊に所属していたんです。クレイドルの設立以後はゴッドイーターとして戦いながら、サテライト拠点の支援と新設を行う、そんな活動をしています。今日はあなたに折り入ってご相談がありまして。ありがとうございます。現状サテライト拠点最大の脅威である官能種に対して、私たちにできることは限られています。ぶしつけなお願いだとは思いつつ、ブラッドの力をお借りできたらと思い声をかけさせていただきました。承諾してくださって本当にありがとう。そうだ、一緒にミッションに行くのはどうですか。いざという時のためにお互いの戦い方をよく知っておかないと。ですよね。よかった。それではよろしくお願いします。これで一応肩がつきますね。バックアップは任せてくれ。さて、一丁行くか。お、アリサ？アリサ！おい！これってまさか、過労？ごめん、めまいがしちゃった。アリサ。大丈夫。ただの貧血ですよ。早いとこ終わらせましょう。いや、でもさ。そうだよ、今回アリサは光栄な。しかも超広報で光栄な。超広報はないと思いますけど。でもありがとう。あなたの判断に従います。しましょう。リンクサポートデバイス作動。光線内被弱者が戦闘を避難中。光線ポイント起動開始しました。
より早く終わりましたね。終わりましたね。帰りましょうか。うん、今回も生き残れたね。ふう、よかった。次の任務に備えましょう。帰ったらバガラリー見るぞ。今回は余裕がありましたね。任せといてよ。あんたか。いつもの姉ちゃんがいないならあんたでいいか。これをロシア人の指揮官の姉ちゃんに渡してくれ。大したもんじゃねえが、図面だ。新しい工場のな。姉ちゃんみたいに何でもできるやつはついつい人に頼るってことを忘れちまう。工場新設の件はこっちで仕切るから、あの姉ちゃんには働きすぎるなって伝えといてくれ。問題ありません。ただの過労だそうです。看護師の八重さんに無理しすぎだって怒られちゃいました。ありがとう。でも私が休むわけにはいかない。人々の信頼関係があって初めてこの事業は成功するんです。だけどサテライトの住民たちは見捨てられた人たちです。彼らはフェンリルを信じないし、敵意を持つ者もいる。彼らの信用を得るには私が働き続ける以外にない。プロジェクトリーダーの私自身が最前線に立たないとダメなんです。そうなのかな。でもね、性格なのかな。これは、あ、これは工場の図面。でもどうして。工場よりも食料だって強硬に反対されてたのに。そう、宗像さんがそんなことを。やっぱり私無理してたんですね。周りの人のことを見ているつもりで全然見えていなかった。私一人では何もできないって分かってたはずなのに。ありがとう。でも私、何かをしてもらうだけなんて。私もあなたが必要とするときには必ず協力します。いいですよね。あ、もちろん無理をしない範囲でです。よかった。これからもよろしくお願いしますね。